めましたか？とりあえず加入させとこう。京太郎名前。さあそれじゃあ、かわいい、めっちゃ踊りよんやけど、なんかめっちゃ踊ってるんですけど、うわー、なんかすごいどんどん賑やかになってくね。これはさ、今のパーティーの子たちが、まあこの駅周辺におるってことなんかな。陽気だなめちゃくちゃ陽気だな。本当は君も連れて行きたいんだ。だがしかし、この子のレベルはなかなか超えられないからな。で、テイリア氷雪島に行けばいいんよね。探しに行くぶ。どこら辺、まあどっちでも、中間とこに一応行ってみるか。どの辺なんかな。なんかあそこ近く、あれもしかしてあれかな、石碑かな。違うか。とりあえず飛びますとりあえず飛びまして、あ、なんか、ここは登れないか。あー危険。ここ登れんやん。くそ、探索連携が使えないんですが。あ、ここなら使える。おお、そういう感じね、すげえ。わ、夫婦で寄り添ってね、よりかわいい。かわいい。どの辺から、こっちからなら登れそうやけど、なんか起こしてしまいそうな感じがすごく。ん？大丈夫か？起こしてはないか。よし。ジャンプ。ん？上がれ。上がれそうで上がれない。えい。なんか近くにお宝もあるっぽいんよな。この上よね。ここ。よっ。あ、ほらほらほら。何も書いてなくない？石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。もしかして逆？反対？しかしマヤには読むことができなかった。文字が私には見えないんだが。書かれてんの？なんかアイアイガスみたいなの書いてない？アネモン王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。竜の探検の真なる力を求める者よ。互いを認め、互いを大切にせよ。さすればその恩恵を得られるだろう。私らが持っとるやつよね。要は。どこだい、どこだい、すぐ近くのようだ。この辺りにありそうな感じするけどな。ないんか。どこだ、近いぞ。でもこの段階でくるくるしてる。どこだどこだどこだよそれ。わからねえぞ。あ、この辺か？え？これか。これか。なるほどね。そういうことだな。入ってみよう。入ります。このタイプのやつ、ルーム5までやったよね。じゃあいけるやろ。ルーム5って決まっとんかな。もっと長いのもあったりするかな。君たち外にもいたよね。あ、子供もおる、子供も。あ、痛い痛い。ちょっとやめてよ。痛い痛い。ほら、子供たちもおるよ。家族総出やな。ていていてい。よし。お母さん一番最後まで残っとる。母は強しってやつですか。よし。行こうぜ。仲間がピンチだよ。仲間がピンチとか言われる。待って待って待って、危険危険危険。おい。そっちでどうにかしてくれよ。私ちょっと今回復。おい、
何、アイスゴーレムのスカウトに成功。ちょ、それどころじゃないんだよ今。ちょ、回復させて、回復。よしよしよし、おい、めちゃくちゃ素早いじゃねえかてめえら、おいめちゃくちゃ攻撃してくるじゃねえか。やったー、アイスゴーレムとホロゴーストやったね。よし行くぜ。仲間がピンチだよ。お、メタルやん、メタル。イエーイ、やっつけよう、やっつけよう。こいつらやっつけて経験値ゲットしようぜ。ゴーゴーゴー。仲間を復活だブー。なってる、ルーカスが。ちゅちゅちゅ、邪魔。ちょ、邪魔だってば。やめてくれ。追いかけてこない。え、めっちゃ最初っからやん。あれ最初っからやったっけこれ。途中からぐらい早く感じただけか。よっしゃい、ふう、行こう行こう。強敵の気配がする。旅の扉に入りますか。入りますよ。やっぱルーム5でラストか。一応ロマン技が溜まってるんで使っていきます。いけー、キラータイフーン。そしてこの子は初か。アースブレイカー、まあ、でも技は一緒、色違いで、ね、おお、びっくりした、やっつけたんかも。色違いで技は別に変わらんねやね。サタンジェネラルをやっつけた。え、体力めちゃくちゃなかった？反映が遅いのか。イエーイ、あっという間。で、お宝は何あれ、唐辛子みたいなの。まあこんなもんだろなんか唐辛子みたいなのゲットした。さあ、それじゃああっちに行きますか。間違えた間違えた。あ、待って、そこに回復するとこあるやん。回復しとこう。ほらほらちょっと待って、早くこっち来てよ。何戦闘してんのね、ちょっとみんな、みんなってば。私は早く回復がしたいんですが。あ、でもみんなあれか、体力満タンやったんか。じゃあ別にそのまま進んでもいいかな。え、おい、待って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 ね、ちょっと待って。お宝拾う。さすがにこれは置いていきたくない。せっかくダンジョンクリアしたんだからせっかくダンジョンクリアしてゲットしたんだから置いていきたくないです。 OK。 わあ、もうなんかあれやん、一人やばそうやん。回復しとこう。やっぱりよし。でもこういうとこに回復があるってことはこの先敵が強いんかな。よし、乗せてくれ肩に。ああ、ん、この辺が目的地。この辺が目的地とは、え、何、え、あ、この辺が目的地なの。もうそういう大まかにしか教えてくれん感じね。なるほどなるほど。追いかけてくんなよ追いかけてくんなよ、スライム。眠りだけ、食べたものを眠りに誘う危険なキノコ、玉の作成などに必要な素材。ふんふん。どの辺ね、なんか冠落ちてるよ、冠。ひー。え、どういう状態、雪に埋もれてたよ。え、てかマジでどこ。またあれやろう、あのなんかでっかい
黒い宝箱とかがあるってことやろ。マジどこにあるんだ。範囲広すぎやろ。でもまあこういう強い敵、うえい、なんか地面から出てきた。こういう強い敵がおるっていうことはね、まあ前回もこんな感じやったけど、この辺。待って、範囲から出てるな。範囲から出てる？出てはないんか別に。ジャンクや、ジャンク。強ヒャド弾。敵単体に氷結属性の大ダメージ。なんかどっか、銀の宝箱。ここが範囲か。この、あの、黄色いうっすらしたのが範囲ってことやろ？マップの。やったぜ！なんだこれ。何かしら3つある。どの辺？近い？なんか知らんけど、普通にさ、普通に表に出とるってことでいいんかな。待って、普通に表に出とんかな。どこなんですか。宝箱が見えとるわけではないのか。わからんわからん。こっち？ん？なんかここ、この辺は？お宝ダンジョンへと続く旅の扉が現れた。これは、これか？違うよね。なんか落ちとる。コイン？なんかコイン落ちとった。キュートスライムコイン。違うよね、多分。絶対宝箱が置いとると思うんやけど。あれなの？どこだよ。範囲はこ、あ、でも、あれか？こっちとかか？こっちの上とかかな。その可能性はあるよね。こっちの方な気がする。なんとなく。ねえ、みんな来てる？おいで。この辺とかにあるんじゃないん？全然ないんですけど。全くないんですけど。ん、なんかレベル上がった。イエーイ。ちょっと乗せて。これは？これ違うかな？でもなんか、よくわからん感じの宝箱。今はまだ開けられないようだ。とりあえず放っておく。あ、鍵がいるやつ。なるほど。あ、ああいう感じのなんやね。初めて見た。どこやろう。こっちの方。こっちの方。こういう、お、なんかここに。でもこれは多分関係ないやつよね。おそらく。斧の流石を手に入れ、そういう手に入れ方があるの？宝箱がドーンと置いとんじゃないん？今までそうじゃなかった？わかりづらい。そんな丸出しでそんな丸出しで埋まっとん。丸出しで埋まっとるっていうのもおかしいけど。斧の流石、斧の形をした不思議な石、しなやかでたくましい力を感じる。ふんふんふん。でもまあ、ゲットしたよ。イエーイ。じゃあ帰る？帰ります？なんかその辺に。あ、銀の宝箱も拾っとこう。みんな生きてるね。じゃあやっぱあのダンジョンは別やったんやね。これは何だろう。なんか魔法の小瓶みたいな感じのゲットした。うわー、なんかもういっぱい地面に埋まってるよ。
めちゃくちゃ地面に埋まってるよ、やめてくれ。瞑想中か。さあ帰ろう帰ろう。キメラの翼。なんだろう。さあ今回のこの3つは何の実？初めての素早さの種。なるほどなるほど。え、素早さの種ってめっちゃ216万もするん。食べると素早さが上がると噂される貴重な種。何の植物のものなのかは不明。やった。何これ、王からの贈り物。宝箱やん。お宝やん。78000。価値低。ラダトウモウが勇者のために用意した松明と鍵と120ゴールド。あー、そりゃ低いわ。じゃあ十分な価値がついたわけやね。松明と鍵と120ゴールドに。聖水。32000。38000。聖なる力で浄化された水。弱いモンスターの出現を封じられるらしい。一個だけドットや、ドット。まだ手元には未鑑定の特別なお宝が残っている。前は鑑定して宝物庫に移すことにした。あ、尾の流石か。忘れとった、普通に。イエーイ、レジェンド。まあ、やっぱこの辺のが天下一品として登録されとるってことよね、きっと。1000万。うう、尾の形をした不思議な石。よしよしよし。え、今どんな感じ？頑張りましょう。やりましたね。あー、まだやね。まだまだやね。で、今回スカウトしてきた子たちはどんな感じ？いける？新しいことがありそうです。まだ足りんかな、いろいろ。まあでも食べ物とかの可能性もあるけん、一応見ておいて。ゴロウが加入可能よ。決めましたか。とりあえず加入させとこう。ヒョウ太郎、名前。ゴロウが仲間に加わった。いいですね。ちょっと見てみよう。この子は何ができるんやろう。探索連携。どこや。あ、これか。地面に潜る。え、地面に潜ってどうなるんやろう。使ったことないね、地面に潜るって。でもな、入れ替えるとしたらダッシュなんやけど、能力的にはね。ただレベル的に絶対必要な子やけん。ほんとこの子だけ唯一レベル30代やけんさ、入れ替えるわけにはいかないんだ。他になんか入れれそうなコール、入れれそうというか、あと食べ物だけみたいな子。いなさそうだな。なるほど。まああとはまだやね。うんうん、オッケー。他に何か利用されますか。商店なんか追加されたん。なんかしょっちゅう追加されてない。あ、レシピが追加されようんや。そう、この辺のね、結構結構レシピ買ったりとかしようんよ、ちょいちょい。その仲間にするためにね。